指導もは、日本の女優、声優、大阪府出身、イエローキャブネクスト所属、声優業の際の別名義は MAO。2010年に女優としてデビュー。同年8月には、週刊少年ジャンプの読者投稿コーナー、ジャンダマシージの4代目アシスタントに就任し、最終回の2014年6月まで担当。2011年2月より、 スーパー戦隊シリーズ第35作、海賊戦隊豪快ジャーにて、ルカミルフィ、豪快エロー役で出演。2012年4月、クッキンアイドルアイ、マイ、マイン、のキラキラ役で、声優デビュー。以後、声優としての出演の際には、MAO の別名義を用いるが、女優としての出演の際には、現在も、指導魔王を使用している。また、同時期に、 目覚ましテレビのコーナー、今時に、今時、ガールとして、出演。2012年6月まで木曜レギュラーとして、リポーターを務めた。2015年4月に、スマホで優先にて、ラジオ、MAO の顔文字じゃないよ、名前だよ。が、配信開始。2015年8月、ショートムービー、ミイコとベルが公開。指導マオと MAO の一人に役で主演を務めた。 2017年2月、宇宙戦隊9レンジャー 2MAO 名義で、ラプター283、ワシピンクの声優として出演。スーパー戦隊シリーズにおいて、女性が初期メンバーを2度演じるのは、シリーズ初である。学生時代は、陸上部、ソフトボール部、写真部に所属していた。趣味は、漫画、アニメ、絵画、写真、裁縫。特技は、ソフトボールダンスピアノ。 好きな食べ物は果物全般。カレーライス、ハンバーグ、オムライス、ドリア、グラタン。尊敬する人物は母親。2歳下の弟がいる。ワンピースのマルコ、銀玉の坂田銀時、家庭教師ヒットマンリボーンのザンキサスなど、好きなキャラクターの誕生日はケーキを買ってきて必ず、祝う。もともとは、女優志望だった指導だったが、 公開ジャーにて変身後の姿へのアテレコを経験したことをきっかけに声優業に興味を持ち、後には声優としての活動の方が多くなった。なお、声優活動の際の名義がなぜ MAO となったかに関して本人も詳しい理由はわかっておらず、最初の作品で台本を受け取ったらそう書いてあったとのこと。本人は顔文字みたいに見えると気に入っている。 金友星ユラボ29にゲスト出演した際、特技として後ろ回し蹴りを披露した。海賊戦隊豪快ジャーで演じたルカ・ミルフィンについては、オーディションの時点から自身の理想の女性像に近いと感じており、自身の憧れを役作りに反映させていた。東映プロデューサーの宇都宮隆明は、オーディションの時点から役をよく理解していたと評している。また、 役作りとして声のトーンが大事だと思い、冷静な時とルカが好きなお宝関係の話題の時でテンションの高さにギャップを出すため、日常シーンは地声より低めの声で演じていた。一方で役とのギャップも大きく、第35話、第36話で共演した小原康久は、役のイメージが強かったため、指導から丁寧に挨拶をされて戸惑っていた。映画、列車戦隊。 特急ジャー・ザ・ムービー・ギャラクシーラインに SOS2M、AO 名義の声優として出演したことで、再び戦隊作品に出演するという目標を叶えた。また、戦術通り2017年には、宇宙戦隊9レンジャーに、同じく声優として出演し、MAO 名義で、ラプター283、ワシピンク役を演じた。豪快ジャーのルカと異なりラプターは、 可愛らしさを強調した役だったため、名乗りや戦闘時のアドリブなどのさじ加減が特に難しかったと語っている。v シネクスト宇宙戦隊 q レンジャー v s スペーススクワットでは、ルカ役としても出演し、両者の掛け合いを一人二役で演じている。この他、声優として2020年放送の仮面ライダー01で、愛ちゃん役2021年放送の ウルトラマントリガーニュージェネレーションティガで、メトロン星人、マルウル役として出演し、スーパー戦隊シリーズ、仮面ライダーシリーズ、ウルトラシリーズの3つの特撮ドラマシリーズ出演を達成している。テレビアニメ、宇宙パトロールルルゴに、ルルコ役で出演。宇宙パトロールルルコ最終話先行前13話、一挙上映会に出演した際には、戦隊シリーズの最終話で恒例の、 次全体へ番組を引き継ぐためのレッド同士のバトンタッチについて触れた。当時は黄色担当だったためにハイタッチはできなかったが、アニメ最終話では、ルル氏が次回作の継承をする形で、リトルウィッチアカデミアの厚子かがりにハイタッチをする場面があり、かつてできなかったハイタッチを達成できた喜びを語った。アニムスで放送された ZX イグニッション。 関西弁講座では、関西弁キャラクター初挑戦の下野博士に、大阪府出身の MAO が先生として、関西弁をレクチャーするコーナーが放送された。2013年10月期に放送された、テレビアニメ、サムライフラメンコの三沢美紀役。2014年4月期に放送された、テレビアニメ、極黒のブルンヒルでのカズミシュリーレンツアー役。劇場アニメ、ガンツー。 王の山崎兄役、2016年に、新キャラクターとして登場した、それいけ、アンパンマンの親子どんちゃん役など、関西弁で演じるキャラクターも多数担当している。太字は、メインキャラクター。担当女優映画、ドラマアニメは、インターネット配信。は、インターネット配信。指導、真央名義に指導、真央名義 MA おめえに指導、真央名義に指導、真央名義に指導。 マオメイキ MAO に関するカテゴリー、ありがとうございます。